はい、どうもトラキチの無課金ハオーロードオリックス女性編です。今日出るウィンが、1295日目ですね。はい、現在2023年6月25日の、15時3分なんですけども、今回ですね、こちらですね、ちょっとガチャの方をねやりたいなと思います。A ランク以上確定スカウトではなくて、この自チーム確定ね行きたいなと思います。ちょっとね、オリックス純正編でちょっと欲しい A ランク選手ね何名かいますんで、ぜひそれ来てほしいなということで、こちらやりたいなと思います。はい、まあ、今回ね、このタイムスリップ第3弾で、オリックスはね中村のりさん出てますんで、どうしても欲しいということで、まあ累計まだなんですけども、とりあえずガチャ回して、累計まで行ってっていう感じでやっていこうかなと思いますし、現在ですね、まだ半分も全然行ってないですけど、自然回復のみで今のところ行ってまして、腹痛ドリンクですか、これも全然使わずに、まあ、ボーナス増やしてから、まあ、累計取って、累計でダメならランキング走ろうかなと思ってます。はい。そういう感じですね。はい。で、一応ですね、A ランク、オリックスの A ランクの欲しい選手、確認しておきます。はい。一番欲しいのは阿部選手です。阿部選手ぜひ来てほしいです。そのために自チーム確定スカウトやると言っても過言ではないぐらい阿部選手来てほしいですね。 S ランク1枚、 A ランク1枚なんで、まあ、1枚でも多く来てほしいです。はい、あとは森選手ですね。森選手は S ランクはないんですけども、現在 A ランク3枚ということで、まあ、後々ね S ランクを取った時用にね、ぜひ今5枚以上にしておきたいなと思ってます。はい、この2人、狙いで、自チーム確定スカウト10回やりたいなと思います。あとはまあボーナス目当てですね。はい、まあ、できればね S ランク来てくれるとボーナスも上がるんでね、ボーナスもつきますんでね、ぜひ来てほしいなと思ってます。一応購入3回目7回目10回目が A ランク以上ですね。で、購入5回目と10回目 S ランク確率2倍ということなんで、まあ、これ以外はね基本的にはスキップしますけども、もし月出ればね、スキップせずに、演出を見たいなと思います。はい、それでは1回目いきます。次回購入1回目は何もないですね。はい、いきます。できるだけいっぱい A ランク S ランク来てほしいです。1回目お願いします。あ、そうか、月かけないんやこのガチャなんや、これ分かんないですよね。これじゃあスキップしますね。あ、 B ランクですね。はい、宮城選手。はい、そうか、月出る演出じゃなかったもう宮城選手 B ランク。はい、すいません。でしたらもうこの3回目7回目10回目5回目10回目以外はね、演出スキップしますね。はい、次もスキップしますね。はい、お願いします。できれば A ランクでもいいんでね、確定外で来てほしい。スキップします。お願いします。うん、 B ランク、中川選手。はい、残念やなまあまあまあいいです。はい、続きまして、購入3回目はね A ランク以上確定なんでね、これもぜひねできれば S ランク、そんで A ランクやったら阿部選手、森選手来てほしいです。いきます。購入3回目お願いします。これは演出見ますね。 S ランク来い。指名候補当選。さあ、全然演出は何がいいか分かってないんですけども、 S ランク来へんかな。 A ランクやったら阿部選手、森選手どうです、これどうです、S ランク来ません。さあ、A ランクですね。おお、山本選手か。まあまあ、山本選手だったら、まあ、S は、はい、なんぼあってもいい選手なんで、山本選手ね。まあ、A ランク1枚目は山本選手でしたね。はい。続きまして、購入4回目は何もないですね。はい、これも演出スキップします。できれば A ランク以上、来てほしいです。お願いします。A ランク来い。B ランク若月選手。はい、残念やな、確定外でねちょっと来てほしいですね、ボーナスのためにも。続きまして、購入5回目ですね。5回目は S ラン確率2倍なんで、演出の方を見たいなと思います。いきます、5回目お願いします。 S ランク来い。指名候補挑戦。さあ、どう、全然分かってないんでね、ここでなんかあったら、うわ、なんか早いな、あかんそうやで、どう、うわ、なんもないな、なんもなさそう、うわ、B ランク、はい、宮城選手、早いな、そうか、5回目は B ランクでしたね、はい、残念です。続きまして、購入6回目、これも何もないですね、はい、スキップしますね、はい、ぜひ A ランク以上来てほしいです。お願いします。
S ランク来い。うわ、 A ランク、 B ランク、はい、山岡選手の B ランクですね。はい、残念です。今のところ確定外に何も来てないですね。残念やな。次回購入7回目、7回目は A ランク以上、7回目のは A ランク以上確定なんでね、これ演出みたいなと思います。ぜひね、 A ランク田辺選手、森選手、できれば S ランク来てほしいです。いきます、お願いします。 S ランク来い、来てくれ。指名候補挑戦。森かな。なんか今の何、A ランク S ランクいんかな。阿部選手来い、 A ランクやったらどう。 A ランクか。お、近藤選手か。近藤選手ほんまよう来るわ。近藤選手めっちゃ来るな。そう、はい、演出ああいう感じだったんですね。 S ランクちゃうんか。はい、はい、次回購入8回目は、何もないですね。はい、これも演出スキップしたいなと思いますけども、ぜひ A ランク以上来てほしいです。いきます。そして阿部選手ね、来てほしいですね。いきます、お願いします。 A ランク来い。ダービーランク若月選手、はい、いやー、あかんなー。そうか。ボーナス的にも厳しいですね。はい、まあまあまあしゃあないですね。はい、次回購入9回目ですね。9回目は何もないですね。できればね、 A ランク以上来てほしいです。いきます、お願いします。A ランク以上来い。あ、ない。平野選手、B ランク、はい、いやー渋いな。もう渋い、これは渋いな。残念やな。はい、続きまして最後ですね、次回購入10回目は、A ランク以上確定プラス S ランク確率2倍なんでね、ここでぜひ S ランク来てほしいですね。 A ランクやったら阿部選手か森選手来てほしいです。いきます、お願いします。いやー、あかんかったか。ここで最後に来い。指名候補挑戦。どう、なんかあんまり良さそうな気せへんけどな。どう、うわー、なんか早いな。なんもない。 A ランク、 A ランクやったら阿部選手な。来てや、阿部選手来い。うーん、本田選手、はい。いやー渋いなー。そうか、うん、まあまあまあしゃあないですね。はい、これでいきましょうか。うーん、こっちやってもいいけどな。あと125エナジー使って253375。うーん、まあとりあえずこれでいきますわ。これでね、ボーナスつきましたんで、とりあえず累計ですね。まだ累計いってないんで、累計で、ここですね、はい、累計ですね。ここでここまで行って、で累計これダメならね、ランキング走りますんでね、3枚目指す走りますんで、まあそうですね、もしちょっとあのボーナスあんまり、うん、心もとないようであれば、あの A ランク以上確定もしようかなと思いますけども、今のところまだ現状とも何もしてない段階で240で、まあ、あの A ランク選択もね、あと2枚いきますんで、まあ、そこで上がるんでね、まあ、あと現状とかもね、もし、累計出なければね、ランキング走ることになればね、現実していて、もっとボーナスも増やそうかなと思ってますんでね、まあこれでいく可能性の方が高いですけどね。はい、まあ頑張って、とりあえず累計サクッと終わらして、ノリさんね、出なければランキングも走りたいなと思います。ちょっと実チーム確定使うと、まあ、あの確定通りの確定以外は何も来ず、S ランクも来ずね、 A ランクでしかも欲しい選手も来なかったんでね、非常に残念ですけども、あのそうですね、頑張りたいなと思います。はい、残念です。はい、はい、今回こんな感じです。また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金ハオロードオリックス女性編でした。